桃地浜ストアは1998年3月30日からテレビ西日本で生放送されている福岡県向けのローカル情報番組データ放送実施テレビ西日本では午前中のワイド番組として長らくモーニングミントが放送されてきたが本社が桃地浜移店とすると同時にリニューアルスタートさせた番組であり それ以来同局を代表する長寿番組である。関連番組として、ローカルワイドニュースを内放した夕方ワイド番組、桃地浜 S 特報ライブなどがある。本校以降の、現在は、2021年11月を示す。桃地浜ストア対企画月曜日引く金曜日2011年4月4日から2018年3月29日まで放送されていた関連番組で、 月曜から木曜までの週4日間、番組本編の終了直後に放送されていた。日替わりの出演者2人が MC を務める。ローカル情報の伝達に加えて、企業や製品の特集を行うことが多く、インフォマーシャル番組の性質が強い。また、ハチナビプラスギュギュッと、で放送されていた、ショートアニメ、ピチコーヤキ野球部が放送されている。 出演者1999年4月3日から2021年10月3日まで放送されていた関連番組。内容はその週に番組本編で放送した中で問い合わせ反響が大きかった企画と映画情報で成り立っている。2010年3月までは後枠の土曜ニュースファイルキューブが放送時間を拡大する際に放送を休止していた。 毎週土曜18時30分19時2018年10月6日開始水曜日に放送しているうどんマップを土曜夕方に単独番組化させたもの本番組内のうどんマップの全国版で2019年以降毎年2月下旬に FNSK 全国ネットで放送されている放送時間は16時5分から17時25分 2019年は2月24日にテレビ西日本開局60周年記念特別番組として放送した。出演は、博多花丸、大吉、井森美幸、前園正清、宮川大輔井上昆、飯尾和樹、大安、サンシャイン池崎、岡沢明、橋本舞。2020年は、日本我が町うどんマップにとして2月23日に、 放送。出演は、博多花丸、大吉、橋本舞、陣内智則、橋本奈美、松井咲子、飯尾和樹、暴れるくん、雷、岡沢明。2021年は、日本わがまちうどんマップ3として2月28日に放送。出演は、博多花丸、大吉、橋本舞、剣道小林、岡部大、池宮入り、 辰川光雄、岡澤明。前述の、モノチハマストア夕方版を発展させた夕方の、ニュースワイド番組。概要毎週日曜12時13時。2021年10月17日からスタート。モノチハマストアと、同様、スタジオから生放送。2021年11月21日放送会で、ジャルジャルが、スペシャルゲストとして登場した。 出演者主なコーナー番組は、温泉宿の紹介を行う、温泉ストアというウェブサイトを運営している。温泉ストアでは、九州全域の温泉地から宿を検索でき、詳しい紹介や宿の紹介動画が見られる。また、番組の特集や、丸徳、花田情報の映像も収められている。ダブルサンド、モモチハマストアの商品を開発すべく、二0 1年に、 公平の新商品開発部という企画が開始された。この企画では、福岡市内のマンションのリノベーションを行ったほか、山崎製パンと共同でコッペパンを開発した。コッペパンは、九州全域と山口県の一部で11月1日から12月末までの2ヶ月間販売され、1ヶ月に35万個を売り上げた。企画そのものは2011年度で終了したが、 2012年にも山崎製パンとの共同開発企画が行われている。今年は男女のチームに分かれて開発を行い、それぞれ鳥そぼろパン、ダブルサンドを開発した。どちらのパンにも福岡県産の米粉、福岡県産の豊光姫や天王といった地元の食材が使われている。パンは 九州全域と山口県の一部で11月1日から発売されている。モノチハマストア夕方版に関するカテゴリー。ありがとうございます。